こんにちは、ココクル先生です。今日はですね、皆さんから結構ご要望が多い瓶の包み方なんですけれども、しかもその日本一緒に包んだらどんなになるろうかいうこと、結構コメントをいただきまして、今回はちょっとこの日本の瓶を包んでみたいと思います。この日本の瓶を一緒に包むとバーン、こんな感じになります。うさぎの耳みたいな、こういう感じのラッピングが出来上がりますので、一緒にチャレンジしてみましょう。よろしくお願いします。それでは材料です。こちら、平板紙、ヒートシール、金銀雲竜って言いました。このキラキラと雲竜は美しい、しっかりとした和紙です。はい、そしてこの平板紙、カゴメ、柿の実、こちら、はい、そしてハサミ、カッター、両面テープ、はい、そして今回はですね、この平板紙に合わせてこのハーフボトル、このぐらいのサイズのお酒がちょうど包めるぐらいの紙のサイズになっています。そしてこちらリボンは、東京リボンさんのグランドコードゴールド、こちらのコードを使います。それではこの金銀雲竜、この和紙を横長にしておきます。でこの左下と右上のこの角、一度このようにして軽く折って真ん中の目安をつけておきます、はい、ここが真ん中、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、この真ん中に折り線がついています。で少し斜めにします。この折り線がですね、中心になるイメージです。ここにお酒を2本並べます。並べたらこのままの状態で左右横に倒します。でこの時に先ほどのこの斜めライン、この角とこの角、まっすぐなるように置きます。で中心ですね、はい、でここの隙間が結構大事ですので、ここの隙間をしっかり倒したそのままの高さで、な幅でいきます。でこっから手前から紙をお酒に巻きつけます、はい、巻きつけたらそのままくる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 、と巻いて、この最後に残ったこの三角に少しだけ両面テープを付けます。これもちょっとちぎりましたけども、剥離紙が剥がしやすいのでこうちぎっています。でペタンと巻きつけました。これ巻きつけましたら、これをこういうふうに立てます。ちょっと中心ずれてるんですね、はい、このように2つを立てます、はい、でこの時に下がくちゃってなりますけど、きれいにしたり、まあ、そのままでも大丈夫です。でちょっと表向けますね、表向けて、ここがちょっと気になるので、もう一回きれいに、そこがちょっとふわふわしないように、こういうふうに立てます。でどうしても2本一緒にくるくるっとこう巻くので、どうしてもバラバラになってしまいますので、こう立てた時にこの長さがちょっとずれてたら、もう一回ちょっと倒して
少し寄せて耳の長さを合わせるといいと思います。酒のこのこれちょっとめくるとここ蓋があるんですけども、蓋の上の部分で2つ一緒に結びます。リボン結び、結びをします。ここしっかりリボン結びギュッと締めてる方がこの耳整えやすいですので、ここにしっかりリボン結びしてください、はい、次にここ2つこうちょっとグラグラしますので、ここに先ほどのカゴメ和紙を巻いていきます。この周りとあとこの高さ、ここはもうお好みでだいたいこのぐらいの高さにしようかな。幅でカットします。そしてこの2本くるっと巻くような感じですね。こういうふうに後ろ向けてこの長さ、少しここが重なりができるように長さも瓶に合わせてカットします。側に両面テープをできるだけ端の方両面テープをつけます。でこれもですね、ちょっと特にこの落水はですね、剥離紙との剥がしにくいですので、できるだけ手でちぎった方がストレスなく剥がすことができます。でちょっと置いてみますね。で、真ん中くるようにこういう感じで上の方を貼っておいて、下にグッと付けて完成です。いかがでしたか、このうさ耳のこう瓶包み、はい、これですね、持つときは、まあ、これ丈夫とはいえやっぱり和紙ですので、できたらこういうふうに下の方も持ってこう運んでいただいた方がいいです。そしてほどくときはですね、これこの帯をした状態でほどいて上から取り出すという感じで取り出していただくと、こう倒れることもなくきちんと取り出していただけます。はい、ぜひこう
こういうラッピング、瓶のラッピングやってみてください。この動画で紹介しました材料につきましては、レディーリサ YouTube ストアにて販売しています。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。